ギャッポニーポリペシです、今日ですねちょっと前にね、ちゃんなつと2人でシーウド戦に挑戦しました。はい。でその時のね使ったデッキから、まあ、エネルギーをね抜いたものがねここにございます。はい、ここですね。はい、今日ねこの1回バトルをした後の1ボックス開けた状態からもう1回ね別のデッキを構築してシールド戦をねやり直す方法をやります。はい、まあ、家族や友人とかで同じ1ボックスでね繰り返し対戦をしたいとかね、あとはまあ練習をしたい時とかにぜひやってみてほしいなと思います。はい、方法いきましょう。まずね、一旦使ったカード全部を一旦ねこうまとめちゃいます。はい、これがもう、合計20パック分の束ですね。これをランダムにシャッフルしてもう一回ね2デッキ分の束にしていければゴールです。はい、まずはねカード分けていきます。どう分けるかと言いますと、はい、まずはグッズそしてサポートですね、および特殊エネルギーです。グッズ、サポート、特殊エネルギーの3つはね、まとめて1個の束にしておきます。はい、次にね、リアリティがアンコモン以上のカード、アンコモンの不思議版とかね、光るポケモン、レアのゼクロムやダブルレアのミュウツージェクとかね、こういったポケモンは分けておきましょう。でね、残りのね、リアリティがコモンのポケモンは、最後の束として置いておきます。はい、じゃあまずはそこの写し替えていきましょう。はい、これでざっとね3つに分類しましたね。はい、この3つの束をそれぞれ切っていきます。こっからまずはね5、6、7、8、9、10の玉を2個作りまして、次にまたここをね、はい、これでアンコモンとレアの山です。はい、で最後にコモンの山、これをね毎回うまくいい感じに切ってあげればこれで、はい、完成です。こうするとね2つ分のデッキが出来上がりました。はい、で実際ねできたやつを見ていくと、まずこれが1個目のデッキです。はい、さっきとは少し違った感じのメンバーになってきた感じですね。お、光るで今回は光るレッグーザがこっち側に入って、光るレッグーザとミュウツージックス、たまたまさっきと一緒ちょっと偶然にもこれ偶然にも、うわマジこっちに集中してるわ、すげえ確率じゃんこれ。雷中2枚と光る技能セットこっち来た、うわ何気にすごい確率ですね。たまたま今回なんかしないけど結構近い感じになりましたけど、今度はこっち側にどっちかっていうとこの光るゲノセット側にどっちかっていうとこの大ダイとかね、前回僕が使っていた水タイプのポケモンとかがこっち側に入ってきたりしてますね。はい、そういったカードがねうまく毎回ばらけますので、前回とはね違った感じでまたデッキが組めると思います。はい、でこれはね1ボックスバージョンですけれど、まあ、2ボックス買った人はね2ボックスをね4つに分けてデッキが4種類できると思うんで、でそこからね1つ選んで対戦をするとかするとよりランダム性が増すかなと思います。はい、この方法を使えばね家族とか友人とかでもね何回でも新鮮な気持ちで楽しめますので、ぜひお家でシールド戦やってみてください。というわけで今日はねお得な対戦の仕方のご紹介でした。それでは